こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼します。本日は長襦袢を着て、それから私の補正、どのような補正をしているのか、場所などについてお話しさせていただきます。本当に面倒くさがりで本当に不器用な私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらの動画をご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。ぜひご登録いただけましたら幸いです。では今日は早速長襦袢を着てまいりたいと思います。この長襦袢は今一番お気に入りかもしれないですね。とても肌触りが良くて、で好きな色に染めていただいて、で仕立てた長襦袢になります。長襦袢ってあるものから選ぶっていうのが多いと思うんですけど、ね、白い生地で選べば着物のように好きな色から染めることができます。だんだん暖かくなってきたので、伊達締めがちょっとしわくちゃですが、シャのものに変わりました。たったこれだけという感じなんですが、意外と体感としては変わってくるなというふうに思います。多分夏の時期は 薄さというか涼しさみたいなことはあんまり感じないと思うんですけど、やっぱり今時期とか変えていただくと、ああやっぱりシャって涼しいなみたいな感じで多分ご体感いただけるんじゃないでしょうか。残念なことにシャの伊達締めってそんなに流通してるわけじゃないので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、お早めにオンラインショップでご紹介してますのでご覧いただければと思います。私たちもシャの伊達締めお願いするのは年末とか年明けぐらいにお願いして、4月とか5月のに大体入ってきますが、もう多分今ちょうど最後ぐらいの発注になるのかなと思います。はい、では続きまして、私の補正についてお話をさせていただきます。補正の話をする前に、私の体型についてお話をさせていただきますね。本来ならば下着を着て、それから補正をして長襦袢を着るという順番になるので、今うっすら補正をしている状態ではあるんですけれども、私の体型は胸があまりなく、背中の方、後ろの方がお尻が出ているので、お尻の上がすごくくぼんでいる、まあ、でっちりとかっていうんですけどね、というのような体型になっています。で前を向きます。でウエストのところが少しこうくびれているというような、そのような体型です。ただ私40代も間もなく半ばなので、だんだんこの辺りに比べると、このお腹周りから太ももぐらいまでのボリュームがちょっと出てきたように思います。あと私の場合とにかくここのももが張っているというのが私の体型になります。今日は便宜上、私がどのような補正をしているのかというのはこの長襦袢の上からさせていただきますが、本来は下着をつけて補正をして、それから長襦袢というような形になるんですが、今日はその点をご了承いただければと思います。普段私が使っているのは補正パッドを使っています。こんな感じ。なぜ補正パッドを使うかというと、やっぱり毎日着ているので、毎日こうタオルを使って補正を作るというとちょっと時間がかかってしまうので、こうハードルを下げるためにこのような補正パッドを使っています。で私が使っているものはこのように
お尻に当たる部分のパッドがの高さが自由に変えられるようになっていて、自分の良きところにこの補正パッドをつけるようになっています。ちょっとつけてみますね。で、私のつけ方はちょっと変わっていて、よいしょ、胸があまりなくてお腹もあまり出ていないので、補正パッド2枚しっかり重ねてしまうとちょっとね、ここがお腹のところがちょっと出てしまうように見えてしまうので、このように補正をずらしています。例えば胸にボリュームがある方とかっていうのは多分2枚重ねても大丈夫でしょうし、ちょっと下っ腹がで少しボリュームがある方っていうのも、あの下腹にかからなければ2枚重ねてもいいと思います。そのあたりっていうのは人それぞれこう加減というのがちょっと違ってくるかなと思います。私は補正は今このあたりだけ、こことか胸元のあたりとかっていうのは普段は一切入れてません。その代わりここのシワを伸ばす方法とかというのは長襦袢の着方でご説明をしているので、よかったらそちらもご参照になってみてください。本来私のような体型の場合、ここにももう少し補正を入れなければならなかったり、ここのお腹の脇というかウエストのところにも体を筒型にするという考え方でいうと補正ってもうちょっと入れなくちゃいけないと思うんですけれども、補正って私全体のバランス感がすごく重要だなと思っていて、入れればいいと思ってないんですね。この辺の肩の感じとお腹周りのバランスっていうのが合わなければその肩にぴったり合った補正というわけにはならないので、私はそのあたりはもうこのあたりちょっとこうウエストがくびれてもいいやと思って、普段着に関しては補正をできるだけ少なくシンプルに着るようにしています。補正は人それぞれどこにどのくらい入れるのかというのはちょっと違ってくるんですね。なので補正に関してはまた改めて動画を作りたいなと思っているんですが、補正を極めたいなと思ったら、ご自分の体に対して自分の体がどのようなラインなのかということをしっかり色眼鏡なく観察することがとっても重要です。いい意味でも悪い意味でも自分の体ってちょっとどうしても色眼鏡が入っちゃうっていうか、客観的に見れなかったりすると思うんですけれども、補正をするときには良いところも悪いところもしっかり客観的に自分の体型を見てあげて、それから必要なところに必要な分だけ補正をするというふうに、していただければと思います。例えばこの辺の補正必要だなと思う方は、いきなり綿みたいなものを入れずに、例えばちょっとティッシュを 1,2 枚入れてみるとか、そういうふうにしていきながら少しずつ重ねていくというようなこともやってみられてもいいんじゃないかなと思います。補正はまた改めてさせていただきますが、まずはご自分の体をしっかり観察するということをトライしてみてくださいませ。よろしくお願いします。本日は私の体を一つの例として補正についてお話をさせていただきました。ご参考にしていただけたら嬉しいです。本日も最後までご覧くださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。